始まりました。毎度おなじみゆうご .tv、 お届けするのは佐久間ゆうごです。毎日全世界中に人生に役立つ情報を配信しております。早速行ってみましょう。本日のお題は、弟子入りがスムーズに進むのは29歳まで。こちらのお題に沿って読み上げていきたいと思います。早速噛んでしまいましたが、本文は噛まないように頑張ります。人生では憧れの人を持つことが大切です。遠くから眺めているだけでは不十分です。できれば実際に憧れの人と接触して弟子入りしてみましょう。ストレートに弟子にしてくださいと言えば意外にスムーズです。少し恥ずかしい響きだからこそ訴える力があります。弟子にしてもらえるわけがないと思うのですが誤解です。成功した人は若くてやる気のある人が大好きです。熱意を持って本気でお願いすれば意外に応じてくれるものです。ただし一つ期限があります。29歳までです。弟子入りがスムーズに進むのは29歳までです。やはり20代と30代では響きが少し違います。30代になると一人前の大人として扱われやすくなるため、弟子入りを断られる可能性が高くなります。もちろん30代でも弟子入りはできますが、かなり強い熱意が必要です。弟子入りをスムーズにするのなら29歳までです。20代でも若いほど弟子にしてもらえる可能性が高くなります。若い人ほど可愛がられやすいため、弟子入りも応じてもらいやすくなるのです。尊敬している人と話をするだけでも構いません。実際に会って話をするだけでも考え方や雰囲気などを学べるものがあるはずです。弟子入りが大げさであればインターンシップとして一定期間働かせてもらうのもいい方法です。とにかくできるだけ若いうちに憧れの人に接触しましょう。弟子入りは若ければ若いほど受け入れてもらいやすくなります。弟子入りができるのは若いうちの特権です。権利があるうちに有効に活用し、誰より早く成長できる機会に会いましょう。やべ、成長できる機会にしましょう。今日の格言、29歳までに憧れの人のところに弟子入りするということで、最後の最後に噛んでしまいましたです。ではまたお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。